はい、ではよろしくお願いしはい、まよろしくお願す。いしまありがとうございます。じゃあ早速、材料をちょっとまず確認しますね。今す。はい。はい。何があります？言ったものがあったりします？キャベツ、あります。にんにく、はい、あります。あとはしらす、しらすあります。きのこ類。きのこ、はい、しめじあります。OK です。よはし、い。じゃあ、ではまず最初に。はい。しらす、で、キャベツ。じゃあ、まずね、ちょっと最初ですね。ニンニクを割ります。ニンニクは、もうね、ほとんど包丁使いません。もう全部手でいけますので、手でいっちゃいます。で、このニンニクをそのまま丸ごと使うんですけど、ボールとかコップとか何でも OK なんで、上からね、叩いて、そうします。叩いて。結構、ペットボトルにぐちゃっと潰れるぐらいまで潰しておいていただいて、で中にね、ニンニクの芽がニューンとしたのがあったら、それは取り除いて捨てます。あと、ちょっとこう硬い肉の芯の部分ですね。ああ、芯、はい。ここも捨てます。はーい。で、叩き割ったニンニクはもうフライパンに入れます。けましたか？行きました。そしたら次に鷹の爪を。輪切りなかったら1本のものを種を取っといてもらって、半分にポキッと折ってもらったら OK です。ではもう1本分輪切りを入れていきますね。ここに入ります。大丈夫OK でです。す。そしたら今度はオリーブオイルを、ね、2人分だったら、大体ですけど、大さじ4杯から5杯、もう6杯ぐらい入ってもいいかな、ちょっと多めにね、フライパン傾けると、3杯、4杯。やっぱ5杯から6杯ぐらいはいってますね。ドバ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 。ルーがね、結構入るんですけど、ソースが、ソースで、まあ、ベースは今日ペペロンチーノでいくんですけど、ソースの量を多くするためには、油をたくさん入るんですけど、1対1ぐらいの水と、油が1対1の量で残るように、最終的には水分が。そのぐらい多くしておいてもらうと、つるつるっと食べやすい状態になるんですが、ここでね、油を減らしてしまうと、焼きそばのような仕上がりになります。なので、逆に油が多いと、なんか炒めたような焼きそばのようなイメージになるんですが、これが逆で、油が少ない方が焼きそばっぽくなっちゃいます。炒めっぽくなっちゃいますね。なので、結構ね、ここはもう、がっつり多めに。入ったら、では弱火にします。あ、そうや、一品ちょっとプラスで作りましょうか。サラダ、簡単なサラダを。材料ね、このままでいいです。全く同じものを派生させて違うものを作ります。いきますね。じゃあ、キャベツを切る前に、ビニール袋1枚用意しましょう。
こんな感じのビニール袋。はい。で、に、キャベツを、ちょっと手で、ね、このぐらいのね、ゴリッと大きめに、はい。割って、ビニールの中に、2人分のサラダ、今日、カオルさん、ご主人さんも一緒に食べられる感じで、2人前って感じですよね。あ、はい。OK です、OK です。そしたらですね、葉っぱの方、芯の方は、ちょっとね、はい、パスタに入れたいので、細かくこう割っといてもらって。割っといて。はい。そして、葉っぱの方を、ビニールに、これで大体1人前。はい。手のひらにこのちょっと少量収まるぐらい、はい、そしてそれを2倍量なので、割とポリッと、はい、ダイナミックにちぎってもらって、はい、袋の中に手でこう包めるぐらいの量になりましたら、はい、昆布茶ありますか？昆布茶あります。ありますか？じゃあ小さじ3分の1、はい、小さじ3分の1から小さじ4分の1のすごく少量、はい、これですね、袋の中に入れます、はい、で空気をね入れて、はい、パワーッと振ります。下に絡めておきます。絡まったら軽くちょっと手で揉んでいただいて、少し食べるときに口の中入れやすいしんなり感出しておきますね。です。5回ぐらいギュッギュッと揉んだらおしまいにして、はい、放置します。横に入れていきましょう。続いてですね、さっきニンニクワタボールとか器とかがもしあれば、そこにキャベツをちぎって置いておきます。スタンバイしておきます。あ、はい。じゃあキャベツの量は葉っぱ3枚から4枚ぐらい、はい、ニンニクオイルの方はね、今弱火でゆっくりと入れ続けてるんですが、まだまだ反応しないぐらい、はい、無反応ですよね、全然。全然無反応です。無反応ですよね。ゆっくりとね、弱火の間まで1個あげましょう。はい。あとはキャベツをひたすら。はい。3枚ぐらいちぎっておきますね。でサイズがね、大きめで全然大丈夫ですが、芯に近い部分だけはちょっと細かく、さっきみたいに手で割っといていただいて、はい、
リーを。だんだんね、はい、チリチリニンニクが言ってきた感じありますか？チリチリしてます。はい、はい、あります。よかった。キャベツ結構こうボリューミーな感じで、あ、これぐらいの量になりましたね。はい、はい、OK。そして、今のうちスタンバイしておいてもらおうかなと思うものが、お酢もしくはなんかリンゴ酢とか、黒酢とか、フルーツの酢とか、なんかミチュとか、なんかそういう何でもお酢系のものがあったら、はい、ご用意しておいていただいて、はい、あと黒胡椒とか塩胡椒とか、胡椒ありますか？あ、胡椒あります。塩胡椒が、じゃあ胡椒も用意しておいてもらう。で、はい、ね、ちょっとフライパンの鍋温度を一定にするためにちょっとクールクールと揺すっていただいて、はい、肉がフライパンについてる方多分ねきつね色になってきてるかなと思うんで、なってたらひっくり返して、はい、これ今ニンニクオイルを作ってるんですけど、はい、中にニンニクの香りをねしっかりと煮出してあげてるんですね。これ絶対に中火用に揚げないようにご注意ください。はい、必ずごくごく弱火から、もしくは、中火と弱火の間までの火加減で、はい、中火用に揚げてしまわないっていうことがポイントです。はい、でね、しめじとかキノコ類ね、私凍らしてるんですけどね、はい、凍らすとうまみ成分が増えて味が濃くなります。へえ、そうなんですね。あと長持ちするのもあるので、まあ、安いうちに買ってきとってもらって、はい、あの袋の中にまとめてミックス、はいはい、キノコを作って冷凍しとくと便利です。へえ、今日はしらすもね、ちょっと私は冷凍してるんですけど、あのもちろんフレッシュのしらす使っていただいたり、あとカリカリに乾燥したちりめんじゃこ使ったり、どれでも OK なんですけど、もし生しらすの場合は最後の仕上げに入れます。生しらす、ああ、わかりました。今どっちのしらすですか？今生ですね。生ですよね、これ。釜揚げしらす。あ、 OK です。美味しいやつです、それね。最後の仕上げに使いますね。はい、じゃあニンニク、あのパスタって、うん、入れといた方がいいですか？あ、パスタね、まだですよ、まだですよ。そうなんですか？パスタね、今日フライパン1個でいきます。あ、乾麺でいいんですよね。乾麺でいいですよ。よかった、ここ言うの忘れてました。ね、じゃあ今のうちにね、乾麺のグラム数測っておきましょうか。あ、はい、女性は80、男性100で180でいきましょう。80、はい。いいですか？測れました。はい、大丈夫です。あと乾燥のパセリとかもしあれば。あ、乾燥のパセリ。あ、なかったらな、全然いらないですよ。あったらぐらいの。どっかにあったか。ああ、なるほど。はい。OK です。じゃあですね、この今、はい、ニンニクきつね色来ました？ニンニクきつね色。ああ、そうですね、きつね色かな。両面。
なんかきつね色の香ばしい感じになってますか？はい、なってます。です。そしたらですね、私はちょっと乾燥のちりめんじゃこを使ってるので、はい、あのタイミングで入れますが、はいはい、ね、もうしめじとキャベツと入れちゃいます。はい。大体まあ、それ言ったら半分。そしてキャベツも、はい、いっちゃいましょう。はい。そしてこのままですね、ざーっと絡めて、油を絡めていきます。それでですね、今、ニンニクオイルをしめじとキャベツが吸って、はい、で割とあのしめじがちょっと香ばしいきつね色つくまではこうやって炒めていきます。はい、でサラダにねこのしめじを回したいんです、実を言うと。で先ほど使ったボール使いました、はい、ボール使いました。いいです。そしたらですね、このキャベツの揉んだものをボウルの中に入れていただいて、今度はここの中でサラダ簡単に和え物していきますね。はい。そしたらですね、こんな感じにあのしめじがオイル吸ってる、オイルコーティングされてなんか。はい。いい香りがついてるので、このまま肩の爪とかあとニンニクが入っても全然いいので、はい、2つかみぐらい、うん、2つかみぐらい入れちゃいます。うん、今風ミックスされました。でシラスもね、ちょっと1つかみぐらいこっちの中にポロポロっと入れといていただいて、私はもう最初、はい、あの油の中入れてるので一緒に入りましたが、シラスちょっとここに足しといてもらうと塩味がつきますので、塩分がここに足されます。うん、いいですね。ありましたか。トムさんってワインとか飲む人ですか？はい、飲みます。います。冷蔵庫にワイン余ってたりしますか？ですね、あったけど、あ、これ。赤ですね。あ、はい。多分赤ですね。赤ですね。白とかはありますか？白は、あ、これウイスキーか。あ、白なかったです。あ、OK。赤でいきましょうか。赤あったらね、ちょっと入れましょう。そうそう、ね、大体大さじ2、3杯ぐらい。じゃーでいいですよ、計らずで。あ、計らずで、うん、じゃーで大丈夫です。ちょっと私、はい、あの、今手元にワインないから、なしでいきますけど、あった方が絶対美味しいんで。へぇー。入れました。じゃーってなりました。じゅわーって。じゅわーって、あ、じゅわーって。OK、じゃあ中火に上げていきます。はい。
中火にして、じわーだんだん蒸発してきて、あのパスタ、はい、パスタじゃないや、ワインがどんどん蒸発していって、アルコールの匂いがなくなってるか確認です。はい、いや、まだありますか。ちょっとね、そのまま置いといてもらいながら、お水を用意します。 500cc 用意しといてください。はい、このままね、はい、かかりながらでいいので、フライパンの中にお水入れてしまいます。500ちょっと多いかな、300でも大丈夫かな。あとで足せるので、まあ、500用意しといて。はい。じゃあ私今、300、400いってます。400。はい。OK です。そしたら、パスタをね、はい、フライパンの中に全部入れたいんですけど、このまま1個のフライパンで全部完結させたいので、はい、長いから折りますね、半分に、はい、で全部入れます。では強火にします。はい、強火にして、あとはね、お箸かトングで全体にひっつかないように混ぜながら、はい、だから沸騰させて茹でていきます。はい、で水分がなくなって鍋の中もうほとんどお水がなくなりそうだったら追加で足しますね。はい、ちなみに今日のパスタは何分茹で用ですかね。ですね、7分って書いてます。了解でございます。じゃあ7分後ぐらいにはちょうど水がなくなってくるかなっていうようにお水足しながら調整していきます。はい、これのね、ポイント、コツはフライパン直径が大きい方が、はい、麺がひっつきにくいので、フライパンが大きければ大きいほどいいですね。はい、あとね、1回で4人分作るより、はい、1つのフライパンで2人前マックスなので、フライパン2個に分けて2人で作るとかね、はい、うーん、いう感じでフライパンはまあマックス2人前だけ覚えておいてもらって、あとは調整で、あ、はい、わかりました。2人前と2人前みたいな感じで、はい、2台並べでやったりとかするといいですよ。ああ、いいですね。子供さんやったら多分1個のフライパンで1人前で2人で分けたらちょうどかな。あ、本当ですね。うん、で、あとはね、もうこうやってひたすらぐつぐつ炊いていくんですけど、強火で沸騰させるっていうのもパスタが、はい、アルデンテに仕上げやすいコツになるので、弱火でやるとね、ちょっと芯がなくなり気味なのと粘りが出てしまうので、強火でね、できるだけ沸かしながら泳がしてあげる、フライパンの中で麺を。こうね、ひっつかないように、はい、座ってあげないとガチッとね、麺がね、太くまとまってしまうことがあるので、うん、注意ですね。じゃあこれをたまに触りながら、じゃあサラダの方を仕上げていきます。めっちゃ曇ってきましたね、これ。そしたら今度は、サラダの方に
胡椒を。はい、ガリガリ。これぐらい。そしてお酢、はい、お酢は小さじ1杯ぐらいです。はい。ほんの少し。そしてオリーブオイル。はい。お酢の2倍量。お酢の2倍量。で、小さじ2杯ぐらい。まあ、小さじ1杯でも全然大丈夫です。はい。で、あとは、しらす、はい、入れていただいてたらもうあと混ぜるだけです。はい、ザッと混ぜて、はい、完成です。はい、ちょっと器に入れておきます。あとはですね、このパスタの方も少しずつ火入ってきてるので、はい、私のね、4分茹ででちょっと早めなので、はい、もしかしたら盛り付けが少しリードするかもしれませんけど、あ、はい、あのお水の量としては少なくなってきたらまた足しながら調整していけるので、あの何時入れるっていうのは全く決まっていなくて、目安としては、はい、cc ぐらいがまあ1人前で、うーん、で上がったらちょうど麺の、あ、麺じゃない、オイルの量とお水の量が1:1で残るかなっていうぐらいになります。あ、はい、まあね、結構ね、こんな感じでね、だいぶ吸ってますね。あ、はいはい、そしたらパスタ茹でてる間に、サラダを盛り付けちゃいます。だんだんパスタの方も、曇って見えにくいですよね。曇っちゃった。水気がね、結構減ってきていて、はい、な感じなんですよね、今私の方。あ、はいはいはい。トールさんの方はどうですか？同じぐらいです、水。同じぐらいですか。麺ね、多分あとちょっとでもう仕上がるんですけど、カブさんの方あと1分から2分いい感じですね。あとちょっとって感じです。そうですよね。はい、持ってきた時にね、これちょっとアルデンテの見極めなんですけども、はい、もしでパスタの真ん中を持った時に、はい、麺と麺が今ね、こうまっすぐ、U ピンみたいな、髪の毛止める U ピンの形みたいな、まっすぐ両方が起きている形、はい、はいはい、これが中のあの芯が残ってる状態なんですよ。うーん、でこれぐらいで止めてもらったら、あの食べるまでの間に余熱で火が入っていくので、おしまいっていう、もう火を止めるタイミングです、今。わかりました。ね、と一回真ん中を持って持ち上げた時の面の状態チェックいってみましょうか。U ピンの形、こんな、
いいですね。ちょっと硬いかも。じゃあ、1分追加で火入れてみてください。強火にしたまま。よくね、私の今フライパンの方のソースの残り具合が、フライパンを傾けたときに、大体お玉で2すくい分ぐらいのソースが残ってるんですね。はいはい。それでおしまいにする。量をこれぐらいにとどめといて、あとね、ちょっと鍋を揺すってもらうか、振ってもらうか、お箸を持ってぐるぐるフライパン平らに回していただくかすると、乳化します。ソースがね、乳化すると食べるときつるつる入ってきてくれるので、はい、ちょっとした感じじゃなくなってくれるんですよ。へぇ、なんでしっかりね、オイルと水をぐるぐる混ぜて、はい、ね、ちょっとひっくり返しながら混ぜてもいいので、はい、混ぜる。そしてもう盛り付け、見えにくいですね、もう曇っちゃってるとおり、ね、まず先にちょっと1個見て、半分、4分の1。そしたら2人分なんで、この4等分にした半分ずつを1回まっすぐに、ドライ作りをねじって、固定で見せます。1回目は、軽くねじる程度で、上からずーっとかぶさって、土台の丘の上から、なんか高さが決まった状態で落ちていくので、では、半量、1人目の半量を、しっかりねじって、固定してあげる。そしたらバーッとね、こうやってかけるだけでも大丈夫です。うーん、そろそろパルさん、いけるかな。アルデンテいけてるかな。いけー、でもいい感じな気がします。いい感じですかね。いいかな気がします。寝て、でも、いいですね、いいですね。感じ、感じ。中火になってました。はい、わかりました。で、フライパン煽ってもらうか、ぐるぐると混ぜて、はい、ソースの量も お玉2杯分ぐらいありそうですか。2杯分ぐらい、はい、はい、大丈夫だと思います。OK です。そしたらもうお皿に4分の1ずつを、はい、ひねって固定、ひねって固定で乗せていきましょうか。乗せました。ちょっと待ってくださいね。ちょっとそのトングがなくて、お箸でいきましょう。お箸でやった。お箸で大丈夫、大丈夫。美味しそう。これね、パスタの麺油の中に小麦が溶け込んでるので、はい、この小麦が麺油の中に小麦溶け込んでるのと一緒なんですけど、こっちの方が小麦が溶けてる量多いんで、乳化はすごいしやすいです。うーん、つなぎになるんですよ、麺と、うん、麺じゃない、水分と油の乳化剤の役割なんで、食べてる時にね、バスバスバスっていうパサパサした感じがこれで防げます。乳化をさせることが大事なんで。なるほど、乳化。OK です。 OK ですか。じゃあ最後に上から胡椒を振って、はい、パセリがあればパセリも振っといてもらって、胡椒をかけて完成です。ありがとうございます。こんな感じで見えない上がりです。そしてサラダの方もね、なんかパプリカとかスライサーでスライスしたの上に散らしてもらうと、なるので、トッピング何かまたおうちアレンジしてみてください。はい、ありがとうございます。似た色ですよね。味は違うけど。味違う。パスタが似た感じの色になりますけど。味は全然違うと思うんで。
じゃあ、温かいうちに、じゃあ、ご主人様にお届けしてあげてください。ありがとうございます。こちらこそ、かおりさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。すみません、じゃあ、今日またレコーディングこと言ってたら、どこにあげよう、ホームページじゃないな。一旦ちょっとリコ止めましょうかね。じゃあ、一回止めますね。まや。ではでは、レコーディング、止め方がわかんない。どこだ？ちょっと、どこだ？あれ？ひゃ、詳細かな？あ、あった。